イルジースターレクは、チェコ出身の指揮者。モチョビゼの生まれ、プラハ音楽院で、バーツラフ・ターリヒとカレル・アンチェルに指揮法を指示。1952年に音楽院を卒業後は1953年まで、ピルゼン放送公共楽団の指揮者を務めた。 1953年から1968年まで、プラハ放送交響楽団の主席指揮者を務め、1964年からは、プラハコレギウムムジクムも率いた。1968年から活動の本拠をドイツに移し、ドイツやイギリスの放送オーケストラを中心に客演を繰り返すようになったが、 1976年から1980年までベルリン・リアス進行にッた1981年から1984年までトロンハイム公共楽団の首席指揮者を歴任1989年から翌年にかけて西オーストラリア公共楽団の首席客演指揮者1991年から翌年にかけてカイザースラウテルンプファルツ劇場の音楽総監督を 勤め同じカイザースラウテルンの SWR 放送還元楽団にもしばしば客演して放送用の録音を残していたが1996年にチェコに戻り翌年までプラハ国立歌劇場プラハ国民劇場の主席指揮者を務めた2003年にはカールスバート公共楽団の主席指揮者に就任教育者としてもフライクフルト音楽 舞台芸術大学の指揮下で教鞭をとり、1980年から1991年までは、同大学の職業教育学部の学部長を務めていた。プラハにて没。ありがとうございます。